はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。帝国軍侵攻の多分3日前くらいかなで、帝国軍は目前まで迫っているというアロイスさんの言葉。戦える者は武器を取れ、他の者は急ぎ避難せよ。我らには死の加護がある。恐れることはない、勝利を信じるのだ。準備はできてるか。すぐに準備するってことはさ、準備できてねえってことじゃん。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、敵は大軍、どう考えても分が悪い。しかも向こうの大将はエーデルガルトだ。彼女の非凡さを侮るんじゃないよ。ようやく来たようだな。今回ばかりは歯ごたえのある戦いになりそうだ。大軍が相手でも僕は絶対に諦めません。最後まであがいてみせます。まったく、こうなる前に一度くらい皇女様を口説いておくべきだったな。きっと主のご加護があるわ。大丈夫よ、みんなで一緒に頑張りましょう。こうなった以上精一杯戦うだけだよね。怖くないって言えば嘘になるけど、王国も大修道院も彼女に渡すわけにはいかない。何としてでも止めてみせます。殿下、ご気分が優れないようですが。気分が悪いだと？何を言っているんだデル。むしろその逆だ。俺はな、今嬉しくて仕方がない。父が、母が、宝友が、あの女の首を、その命を求めている。彼らの声に応えてやれる機会がやっとやっと回ってきたのだからな。冷静に戦いましょう。俺は至って冷静だよ先生。冷静に彼女を殺すことだけを考えている。さあ行こう先生。この命に代えてもあの女の首をへし折ってやる。31日。資格試験とかそういやどうなってんだ今。ディミトリーはだってまあ別にまだ一生、ドゥドゥも上級職、フェリックス上級職、アッシュはそもそもまあ極めてない、シルバンも上級職、メルセデスちゃんも上級職、アネットちゃん上級職、イングリッドちゃんいけるな。ドラゴンナイト 47%。 これって何回でも受けられるのかな、上級パスがある限り。やろ、いつかはいけるはずだ。頑張れイングリッドちゃん、君ならいける。やった、合格した。結果におごらず努力しなければ。クラスチェンジしよう。もうさて、セテスがいるじゃん。セテスもドラゴンナイトか。フレンもマスターはしたんだよね。上級職になっておきますか。ビショップ、ほう、守備力が上がった。で、マヌエラ先生はもうもともと上級職。カトリー、じゃあマヌエラ先生上級職じゃねえし。でもマヌエラ先生とか出すかっていう話もあるんだよね。てか極めてないし、そもそもカトリーヌもな、なんか下級職とかも極めておきたい気がするんだけどな。シャミア、マリアヌちゃん一応いる。ま、大丈夫か。課題出撃いきましょう。ガルグマクの戦い。エーテルガルト率いる帝国軍がガルグマクに向け進軍。その方を受け皆はそれぞれ格好を決める。望まれざる戦乱の時代の幕開けが上がろうとしていた。マックが上がろうとしていたか。ガルグマクの戦い。
敵衝撃波、味方の全滅、またレアの敗走、防御地点の陥落、結構ある。報告、敵が城郭内に侵入、防衛線を突破されそうです。大司教様を死なせるわけにはいかん。それに防衛線も守らなくては。とにかく援軍が来るまで持ちこたえねばな。てかさ、あ、ハンネファンとかもいる。最前線じゃん、ここ。ランドルフ、ランドルフとか別にあったよね。デーテルガルトがいて、ラディスラブア、まあこれも名前のある人だよね。ただ、あ、キューベルトがいる。あ、普通のやっぱり生徒たちはいないね。てか配置全然気にしてなかったけど、こっちの配置ちょっとやべえな。うん、行けます。待って、シルバー、どうさ、行けますよ。が結構厳しいからな。防衛線を突破されないように一応ビリットジャンで戦場を駆け回るのがいいと思うんだけど。これが成長ってやつか。お、サイドが前に空中中できる。だからこれがイングリッドちゃん、はい、出ます。弓一発で倒せれば、待って待って待って、そもそも越境攻撃できねえし、フレンもな。出るぞ。いや、ガンガン攻めよう。あ、この魔獣とかがちょっとヤバそうだね。どうする？ガッチ行くじゃん。誰これ？動かせはしないか、教団兵とかは。立ちふさがる者は。あ、ちなみにカトリーナ先生は出してるんで大丈夫です。うちの支配下にあるから。さあ参りましょう。焦らず戦おう。右側、こいつ飛んでるからな。どうやって来るかだよね。まあいっか、ちょっとこっちの方から右へ行こう。はい、頑張ります。攻撃、銀弓狙おう。狙えると狙ってこう。 あれ、ちょっと待って、あ、これを狙ったのか、なんだと思った。切り込むか。やった、教団兵とかだって無理でしょ、動かせないから。はっ、甘いだから。もし食らったら結構ダメージ通るな。ほっ、なんだ、ハンネか。ん、ダウト、呪い。なんかそういう投擲のあれをやってんのか。ちょっと弱くね、この魔獣。浮いてるし、三日月の鎌。あ、やばい、フェリックスすげえ食らう。ただガードしてくれた、ありがたい。かかってこい、あのフェリックス家の盾。あ、なんかやってる。一周球杖、揺さぶりをかける。あの魔獣にやってほしかったな。この策で行くぞ。頭脳戦と行こう。投げてる。倒された。報告、援軍の侵入口を敵に抑えられている模様。東西の砦を奪い返せば援軍を呼び込めるかもしれん。え、どこ、これ、まあわかんねえ。とりあえずミカミックスは、え、もういいや、倒しちゃおう。どんどん倒していこう。倒せるやつを倒す。よっ、
飛んでるやつはちょっと本当厄介だから。あと誰、うちの味方こっちか。ダメージ食らうな。魔獣の攻撃力の範囲が広いんだよね。雷帝使うか。 60% 飛んでるからか。銀剣でいこう。で、まだあんの。ドゥドゥ、計略でいこう。デスタン仕掛けるぞ。で、24だったらアッシュで倒せるはずなんだよな。かつこの破壊できそうなところ、次の敵に備えないと。マヌエル先生なんでアッシュのとこにいるんだ。アーマーブレイク OK。 なんだかんだでアーマーブレイクできた。あとこいつだな、こいつ、ここの2人でいけるかな、まあ、最悪ここにレア様とかいるからな。で弓兵、弓兵倒してえのに3からいける、いけない。1に潜り込めば反撃はされないか。終わった。防御力上がらんな。でも12、少ないっちゃ少ないよな。で、いけるわ。それ、ありがとう。さて進軍を開始しよう。こっちもで、やり無事に勝てましたか。こいつちょっと駆け回れるように右の方に行こう。どうする、ディミトリーとフェリックス、この2部隊。 あと誰、フレンを回復できるようにちょっと後ろから攻めていこう。ミス。あれこれ複数なんだ。ノーダメージ、1。キンレじゃねえよ、やられてんじゃねえかよ。この程度食べ食らったらまずい。弱すぎるな。緊張してほしいだからね。俺が出るまでもなかったか。せで、うちが攻撃できるってことか。あの魔法強えな。この機を逃すな。倒した魔法いけ。 78%。 あっちにも魔獣がいるか。ミカミックス単独でいくか。カトリーヌ、アッシュ、こんなに人を引き連れる必要ないと思うんだけどな。ミカミックス部隊はよし、正面突破で行こう。で、この弓兵をショートスペアで倒す。強い、マジショートスペア強い。シルバンと2人でちょっといける感じにしておきたい。2マス進んでおくか。来るか、まあいいや。で、こっちの舞台だよね。これ重装だから魔法でやろう。ウィンドウ 47×2 とか。よかった。火力はほんと高えよな。あれ、なんだこいつ。死神騎士がこんなところにいるんだけど。死神騎士ってさ、そんなに最初出てきた時から強くはなってないよね。
最初出てきた時が強かったから、うお、こいつなんだと思ったけど、今こっちも強いからね。いった、その身で頼め。ちょっと待って、加減すべきだった。え、ようやく B プラス。20食らうな。2発食らったら死ぬぞ。命中が 20% だけど、一撃必中だな。回復させるか、フレンで。こいつらは来ない。狙ってる。杖。あ、移動してしまった。こいつ倒すか。じゃあヒューベルト、エーテルガルトについていったのが間違いだったな。エーテルガルト様は貴殿のことを本当に高く評価していました。しかし実際には違ったわけですね。貴殿も女神の巣窟に過ぎなかった。言いたいことはそれだけか。まだ戦力に余裕はありますから、私は無理せず引かせてもらいますよ。倒してはないんだね。じゃあ片方の砦は取り返した。これで、あ、これで取り返したってこと。魔獣が早速来たやつを狙ってんだけど、戦技で狙えるんだ。こっちが微妙だよな。いけるか。イングリッドちゃんを出して、あれ、なんかルーンの槍って射程にないの。まあ、当たってみようか。恨まないでください。少し引こう。メルセデスちゃん回復、リブロ届く。礼を言う。では行けるところからこう、ディミトリ、ここは鋼でいいでしょう。次は誰だ。フレンも攻撃に入る。ファイヤー、こいつを倒せる。私勝ちましたわ。よし、で2人で行けば大丈夫でしょう。この名のあるやつも。俺はこの戦いで活躍しなければならないんだ。あれ、ランドルフなんて言ったっけ。無理はできん。口惜しいが、ここは引くぞ。なんか学級の皆様が全然わかんねえ。来た、食らってしまったか。もう終わりなのですか。え、やってきた。痛い。しかし魔獣相手にここまでいけるか。弓だからね。混乱させてるし、56とか。この弓強すぎる。いけ、54とか。魔獣キラーだな。美味しいとこだけ持ってくか。じゃあ契約どうする、使う。いいや、倒そう。よし、どんどん進んでいこう。正面ももう制圧した。あとこの死神騎士か。アネットちゃんの攻撃でどう。死ぬ。
俺が死ぬよ。死神復帰士もあれか、どっからでも反撃できるやつだっけ。最悪ルーン使うか。93ルーン使おう。ガルグマクという聖域を生み、その余興にすぎるこの戦いは。あ、通した。これがルーンの力よ。時は満たすか。次を待つ。二つ。攻め立て。少しは上達し。闇魔法試験パス、これ全然使ってないな。砦は両方とも奪還できた。間に合ったようだな。で、ちょっと待ってか、狙ってくんだけど。どれ、あ、これあれか。弓のところから狙ってくるよっていうやつか。てか弓食らったらまずくねえか、イングリッドちゃん。よし、正面舞台行きましょう。うっすげえ、超集中攻撃を食らったけど。みんな来るな。でもここ2体だよね。ここにしよう。分散される？分散されねえし。回復薬きた。その程度。あ、歩いてきた人。自由に食らうな。さて次に行くか。しかも真ん中に来てる。ハンネハンとか何してんのこいつら。知りたいようだね。こいつスウェットセイロス何者だ。あいつ帰ってったの。行くか。指ピンチマークがついてるけど一発で仕留めれば怖くはない。ルーンの力を受けてみなさい。見よ。無事に勝てましたか。再動もできる。機動力が半端ないんだけど。イングリッドちゃんあれつけてるんですよね、移動力がプラス1増えるやつ。ではちょっと待ってね。フェリックスアーマーキラーどうだ。近い。エーテルカルト殺せるし。35、26か、減るなやっぱり。ちょっとシルバン、シルバン破裂90%、1残る。2回攻撃できないのが痛いな。ディミトリーは、まあしょうがない。行こう。陛下に見出されたこの命、帝国のために参ります。はっ9。エーデルガルト様、申し訳ありません。戦闘の継続は難しく、撤退いたします。でフレンちゃん回復をしたいよね、やっぱり。ちょっと全ての戦いが終わってから回復しよう。誰を回復させるかを。銀槍倒せない。破裂は倒せるか。結構減るけどしょうがない。アレックスを使うときが来たか。あ、ミスターメンバー運がなかったな。壁ここに行こう。フェリックス魔法だな。ちょっと魔法を食らうと厄介だから、こいつを倒しておこう。俺が出るまでもなかったか。 OK で、クレム回復。ライブしかないじゃん。食らわないよねここ。じゃ回復よ。でライブでちょっとシルバーの方。助かるよ。
の部隊はもう全然余裕だな。こいつを倒しに行こう。アドラステア帝国の皇帝に刃を向ける愚かしさを知りなさい。フレ狙われてるんですけど、しかも食らったら一発で死ぬところ。あとこいつ、あ、こっち来た。いや勝て。ハンネマ頑張ってんな。ダントちゃんでこいつを倒しますか。ウィンド負けるわけにはいかないから。でこの残ってるやつはまあフェニックスでいくか。普通にアーマーキラー見えた。次はまとめてかかってこい。で最後はやっぱデミトリで決めますか。じゃあ鋼 100% いける。遅かったな。俺も皆も待ちわびたぞ。さあその首置いていってもらおうか。本当にあなたは首にしか興味がないのね。首フェチだからねこいつは。もらった。容赦をしない。あなたたちはよく戦ったわ。けれどもう終わりよ。温存していた全兵力を投入しなさい。それにおじさまに合図を。あれは子供たちを皆を頼みましたよ。もう赤き谷の惨劇を繰り返させはしません。
なぜ来たのです。帝国歴1181年初頭、新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも混乱の中姿を消す。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。はい、というところで、じゃあこれで多分白雲の章3月が終わったので終了かな。次回からは多分また新しい展開になっていくと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。